こんにちは方程式チューバーバです今回解説する、えー、動画の問題複素数平面に、えー、サイコロが、えー、登場してそしてそのサイコロの出た目で、えー、物事が展開していくという問題全化式を最終的には使って回答し極限を出すという問題ですでは問題を見てみたいと思いますこの問題は令和2年、えー、大阪大学医学部で出された問題第2問です 軽い目に出た目が1の場合は xk イコール1、出た目が2の場合は xk イコールマイナスの1、その他の目が出た場合は xk イコール0とする、えー、yk の定義です yk イコールコサインかっこ (3 分の π ラジアン xk) 括弧閉じプラス i サインかっこ (3 分の π ラジアン xk) と大きい y1 から yn までの積 y1×y2×y3× ずっと言って y の n を zn で表すただし i は虚数単位とする以下の問いに答えよう。1番 z の2が実数でない確率を求めよう。2番 z カンマ z2 カンマ z3 カンマずっと言って z の n がいずれも実数でない確率を求めよう。そして3番 z の n が実数となる確率を pn とする pn を n を用いて表し極限リミット n を無限大に飛ばした時の pn を求めよという問題です、えー、この問題、えー、とても面白い問題で、えー、ポイントとしては3の倍数に気が付くつまり合同式モッドの考え方を使って一部回答するととても面白い問題に思いますそれでは解説に入りたいと思います では問題の定義を確認しながら、えー、回答を進めてみたいと思いますまずサイコロの目1が出た場合は1 XK は1と書いてありました2が出た場合には XK が -1 そして3 4 5 6が出た場合には XK は0というお話ですこの時の確率ですけれどもサイコロの目1が出た場合の確率が6分の1 2が出た場合の確率も6分の1、そして3から6は6分の4になります。この問題実は複素数の積、えこちらのところのこの公式、コサインシータ1プラス i サインシータ1とコサインシータ2プラス i サインシータ2の積はコサイン括弧シータ1プラスシータ2、えー、積が足し在になっているということがポイントです。プラス i サインシータ1プラスシータ2 これを使ってて回答していきます、えー。その前に定義です、えー、定義はこちらの問題の定義は z の n は y 1 × y 2 × y 3 y、えー、ずっとかけて y の n を定義していますそして ykyk というのは cosn−3 分の π ラジアン xk プラス i サインかっこ3分の π ラジアン xk という定義です。の1は z の2が実数でない確率を求めようという問題です。 y の1はどのようになるかというと cos3 分の πx1 プラス i sin3 分の πx1 そしてかける y の2は cos3 分の πx2 プラス i sin3 分の πx2 ということになりますよね。そして複素数の積から cos3 分の ππx1 プラス x2 プラス i sin3 分の πx1 プラス x2 です。 z の2が実数でない確率を求めようと言われた場合そのまま実数でない確率の組み合わせ x1 と x2 の組み合わせを考えていってもいいでしょうしかしもう一つの考え方がありますここではもう一つの考え方つまり確率全体の1から z の2が実数になる確率を求めてしまえば四字章の考え方です簡単に出てくるんじゃないかということです z の2が実数になる確率というのは何なのか実はここの i の後ろについている sin3 分の π×x+x の2この x と x の2を足して0になれば sin の0というのは0ですから i かける s i n の0で i の虚数部分がなくなります。ということを使って解答を進めていくんですね。こんな感じです。まとめてみてみたものをちょっとご覧ください。こんな感じですよね ここでいいかな、えー、z の2というのは cos3 分の ππx+x2+i 1サイン,のイこ,サインこの赤いところです。3分のここが0になればいいつまり x 1と x の2を足して0になる組み合わせを考えようということです。すると0になる場合というのは xk が1これはサイコロの目が1が出た時ね。 xk イイコールマナスこれはサイコロの目で2が出た時そして3456が出た時が0だったわけだそうすると x1 と x2 を足して0になるのは x1 が3から606分の4だよね。x2 も3から66分の4これが出た時で次に今度は x1 が1が出た時でさらに x2 が2が出た時この場合も足すと ゼロになりますよねそして最後に x が2が出て x が1が出た場合も0になります。ということからこれの確率6分の4ゼ0 6分の 4+1 になる場合はサイコロの目が1が出た時だから6分の1る2が出た時6分の1こちら後ろも同じですよね6分の1る6分の1実際にはねこれ気をつけなければいけないのは 実数になる場合って00のペアか1-1のペアか -11 のこの3つのうちのいずれかのペアがこれ同時に起きないんですよね。どれか1つしか起きないからこれをそれぞれを掛け算をして足してあげるという和の法則が成り立つわけですよ。ということではい実際にいきましょう。こうですね。Z、のののが実数の確率というのは 今の6分の4る6分の 4+6 分の1る6分の 1+6 分の1る6分の1計算をしてあげると分分ののでになります実際には四次象の考え方を使いますから z の2が実数でない確率は四次象より全体1からマイナス実数になった場合の分のを引いてあげれば答え2分の1これが z の2が実数でない確率ということになります。 それでは2番具体的に Z の位置から順次少し考え方を深めてみたいと思いますこちらの解説では実は2つに場合分けをして解説を進めていきたいそういう手法を取らせてもらいます理由はですね数学が苦手な方は多分この問題の回答で 理解でき分かりにくかったところが若干あるような気がするんですねそのために少し回り道に感じる方もいらっしゃるかもしれませんけれども2つの場合に分けて回答をしてみたい進めてみたいと思っていますそれでは Z の1これは Y の1ですからコササイインンンン3 3分分ののララジジアア X1 X1 I です実際に実数ではない確率ということで 先ほどのカッコ1番の考え方を使えば x が0になった場合というのは虚部がなくなってしまいますから実数になるということですよねつまりサイコロの目が3456が出た場合この場合にはサインの0になる関係で実数になってしまうという考え方ですそれを先ほど1番では回答で使ってみました今回はこのが 1>, 1になる場合これはサイコロの目が1が出た場合そしてマイナス1になる場合これはサイコロの目が2が出た場合ですこの時であれば必ず実際には実数ではないつまり虚部が成立をしますからこの場合について考えてみたいんですねちなみにサイコロの目が1が出る場合は6分の1 そしてサイコロの目が2が出る場合が6分の1です。いずれかしか出ませんから足し算をすれば、Z の1の確率は3分の1ということがわかります。次に Z の2これは括弧1番でやりましたよね。Y の1かける Y の2そしてコサインの3分の π ラジアン括弧 x1 プラス x の2、A、プラス i サイン3分の π ラジアン括弧 x1 プラス x の2こちらは 1>, 括弧1番では x1 x2 とを足して0になればえば4次書を使って 1, 1から実部の確率を引いてあげれば、えー、問題になっている実数ではない確率それが出てきたわけですけれども今回全く違った側面でポイントを見てみたいと思います。実は x1 と x2 を足して0ではなくて実際にはこちら。 0ではない場合つまり虚部が残る場合は一体どういう時かといえば x1 と x2 を足して1になる場合もしくは x1 と x2 を足してス1モッドで言えば余りが1になる場合もしくは余りが2になる場合その場合には必ず虚部が残るわけですよね。 どのようにしてここの x プラス x を考えてみればもう少し分かりやすくなるかというと先ほど1番では0という言葉が一人歩きしましたけれども一回これを動かしますよこの図は一体何なのかこの図ですねこの図というのは一体何なのかというと確かにサインの0というのは0になりますけれどももう一つサインが0になるのがあるんですそれが π なんです。サインのというのは0ですよね。つまり 実はサインの角度が0になるもしくは π になる時というのは部がなくななくるるんです。すになるから。戻りますよ。これから先の問題でとても気をつけなければいけないのはそこの話なんです。とを足した時先ほどは0になればという話をしましたけれどもモッドで言えば3の倍数になったときには必ずえー ゼロになるということです。x1 と x2 こちら分かっていただけますでしょうか。その理由はここの三分の π ラジアンですよね。x1 と x2 のがゼロ以外で三の倍数になればこちらの三分のの三が約分してなくなって π ラジアンが残る。π ラジアンサインの π というのはもう一度いきましょう。こちらです。サインの π はゼロなんです。ということを使ってこの問題実は。 大切なポイントというのはモッドで考えれば虚部が残るのは、えー、モッド3で余りが1あもしくはモッド3で言えば余りが2、えー、マイナス1になる場合には虚部が残る、えー、余りが割り切れた場合3の倍数の場合0になる場合には実部になるんだということをここでは、えー、大ききなポイントとしててて押さえておいいいただきただんですそして今の考え方を使い、えー、こちらですね。Z の3 これで見えるかな z の3というのはどういうものになるかというと y 1かける y 2かける y の3これは cos3 分の π ラジアン括弧 x1+x2+x の3プラス isin3 イイ分の π ラジアン括弧 x1+x2+x3 この x1+x2+x3 が実数ではないということは実はモッド3で考えれば余りが1になる場合か余りが2になる場合この時に 実数ではないなくなるんだという発想につながるわけなんですそこでここでは今回余りが1になる場合と余りが2になる場合つまりマイナス1ですよねもっとで言えばそのそれぞれを別々に考えていきたいと思っているんです理由は苦手にされていた方ここの解説がよく分からなかった方に対してその方が多分分かりやすくなるはずなんですねまず余りが1になる場合 それはどのような場合かというとこちらの丸で斜線を引いたところには何が入っているかというと先ほどと言えばですよ X1 X2 X3 それが m o d 3の時に余りが1になるという意味ですよ。同様に x 123 x x の時に例えばですけどね 余りが2になる場合、マイナス1ですよねもっと3で割って余りが2になる場合それを2番目というふうに設定しますで、まずこの余りが1になるケースをやってみたいんです余りが1になるケースっていうのは Z の1というのはこれは先ほどもお話をした通りコサイン3分のパイラジアン X1 プラス I サイン3分のパイラジアン X1 でしたね今 X1 が1になる確率というのは実は何かというとこれって サイコロの目で1が出た時に1だったじゃないですか。つまりそれが6分の1なんですよ。これが初項です。よろしいでしょうか。そこで Z の N っていうのは Y1 かける Y2 かける Y3 かける Y の N でしょ。だからこれはコサインの3分の π ラジアンカッコ X1 から XN までを足したものをプラス i サイン3分の π ラジアンから同じく X1 から XN を足したものなんですよね。 で今このケース1として考えているのは3で割って1余る数なんですよここは。3で割って1余る数がここにあって次の z の n プラス1を考えてみた場合にこの今言った z の, n の y の n の後に y の n プラス1が掛け算されるわけで当然これは複素数の積から言えば括弧の中は青い丸の後に x の n プラス1これが足し算されるわけでしょ。 で今この青い丸というのは一体何かというとでで割って1余る数なんですよ今ここで考えなければいけない問題は実数になっちゃいけないっていうことよつまりこれ余りが1でこの赤い丸を回した x の n プラス1って一体どんな数にならなければいけないかですよこれ余りが1余りが1だからこれ割り切れたものを足してあげれば余り1キープでしょだから x の n プラス1って0の場合が1つあるじゃない もう一つあるよね。これ余りが1だからここがマイナス1になっちゃうとダメでしょうここがねマイナス1になっちゃうとだからもう一つあるのは余りが1よ余りが1と余りが1を足したら余りが2でしょうこれも実数ではない話になるじゃないということで x の n プラス1は0か x の n プラス1は1しかないんですよだから動かしますよこれ。 だから x の n プラス1が0になるっていうのはこれはサイコロの目で言うと0になるのは3456だから6分の4じゃん、えー、これ x の n プラス1が1になるとこの1は1の目が出た時だから6分の1じゃんどっちかだから足しそう6分の5でしょここはつまり z の n からこれねつまりねつまり z の n から z の n プラス1になるために 実数ではないように仕組んであげるためにはこの確率が必要なのよ6分の5が。実数ではないようにするために z の n から z の n プラス1になるために0か1しかないんだから6分の5これが必要だから z の n プラス1は z の n を6分の5倍してるんだよねっていう式が成り立つわけでしょう、ね。するとつまりどういうことが言えるかというと実はこの時の確率っていうのは。 えー、初項、初項が六分の一だったわけだから、六分の一かける六分の五の n-1 乗、これは三で割って余りが一になっている時の確率なんですよね。すいません、この式が出てきた理由を、えー、詳しく説明しなくて、えー、実際にこの式を なんていうのかなえー、話をしてしまいましたけどこれ実は、えー、z の n に6分の5をかけて次のこう z の n プラス1が出てきているので z の n って等比数列等比数列になってるわけですねつまりこの6分の5が公比公比そして初項が6分の1。ということで6分の1かける えー、かっこ6分の5の n-1 乗が出てきています。えー、この z の n=6 分の5、えー、かける z の n ということから、等比数列で6分の5が公比なんだということでご理解ください。えー、この後に、えー、出てくる余りがカ2のケースも同じような計算をしていますので、ご理解ください。お願いします。同様にね。今と同じように余りが2になるケース、それを別に考えるわけですよ。 よろししいでしょうか余りが2になるケースっていうのは今と同じように z ののの n イコール y y から y の n の掛け算これ積を使って複素数平面のね cos3 分の π ラジアン括弧 x1 から xn の足し算これは中身が余りが2ですよプラス i サインの3分の π ラジアンで x+xn プラス X n までの足し算これも余りがこれ同じだからね余りが2のケースね。 そこに z の n プラス1を考えてみるわけですよ。当然この y の n の後に y の n プラス1が掛け算されるし、それはイコールコサインのこの中で言えば複素数平面の積の公式から、この余りが2の中にプラス x の n プラス1が足し算されるし、それはこちらも一緒。見えるかなこちら。こちらも一緒ですよ。x の n プラス1足した。 当然これは実数じゃないっていうことはここ余りが今ここね青い丸をつけた x1 から xn までの足したところは余りが2だからこの余りが2のものに何を足したら実数ではないということをキープできるかですよそうするとこれは0でしょまずは余りが2にこれ割り切れた0を足せば0を足せばえ余りが2の状態キープじゃないそれともう一つ余りが2だから余りが2になる場合この x の n プラス1が つまりマイナス1よ。もっとで言えば。2引く1は1じゃない。つまりだからこのことですよ。このこと。x の n プラス1が0になるか、これが余りが2だから、0になるか、余りがね。そして、それかもしくはこれがマイナス1になるかですよ。余りが2になるか。その時には必ず、えー、実数ではないということをキープできるわけでしょ。先ほどと同じように、同じだ、また。 x の n プラス1が0になる場合っていうのは 3c56 だから確率は6分の4これは2の目が出る場合だ2の目が出る場合というのは6分の1当然どっちかしか出ないから足したんで6分の5になるわけですよねちょっと動かしますよつまりですよこんな話でしょここでいいかなつまり z の n から z の n プラス1になるためには確率が6分の5式は z の n プラス 1=6 分の5倍の z の n そうすれば確率が6分の5であればキープできるわけでしょ実数ではないってことが。ということでこれ余りが2になる場合先ほどと同じ式が出てきましたけれども6分の1かけるか6分の5かっこ n × n スの1乗という式が出てくるわけですよ。そこでまとめですよ。 今9の n というのはこの問題の確率ね z の1プラスあごめんなさい z の 1z の 2z の3ずっといって z の n がいずれも実数じゃない確率を9の n とした場合にこれはえー、緑のマーカーでくくったところはモッドの1、えー、余りが1になるケースとこっちは黄色いマークを作ったケースは余りが2になるケースをやったわけでしょこれそれぞれどちらかだから足し算ですよということでこの問題の答え9の n は6分の1 かけるかっこ6分の5の n-1 乗足す +6 分の1括弧6分の5の n-1 乗ということになるから答えとしては最終の答え6分の2は約分して3分の1答え9の n は3分の1弧6分の5のとじ括弧の n-1 乗ところで最初のところで z の1というのを3分の1って出したのを覚えていらっしゃいますかえこれっていうのは6分のは分と 6分の1を足してこれはサイコロの目で1が出た時こちらはサイコロの目で2が出た時で z の1の確率は3分の1だったわけですよねさてそこでこの式です Q の n の式 n を動かしますよ n を1にしてあげるとどうなるのかちゃんと z の1の確率3分の1が出てきているのかどうかを確認して最後にいたしましょう。の1イコール 3分の1かける6分の5の1マイナス1乗ということで答え、3分の1が出てきますよね。よって9の N イコール3分の1かける6分の5の N マイナス1乗、こちらが2番の答えとなります。一、えー、つお詫びがあります。先ほどこうもっとも1って言ってしまったんですね。えー、皆さんお気づきだと思いますけれども、こちらはえ1のもっとも3です。申し訳ございませんでした。 これカ括弧3番って Zn が実数となる確率に対してその次の Z の n プラス1が実数となる確率を調べたいわけね。そのためにはね場合分けをする必要があるんですよ。それは Zn が実数の時でまあ実数となる確率の下でねその次の Z の n プラス1も実数になる場合とね Z の n が 虚数となる確率のもとでね z の n プラス1が実数になる場合これ2つのケースが発生するわけなのよ。だから今 z の n が実数となる確率ってどう決められてたかというと p の n って決められていたわけだからこの p の n ねこの p の n これにかける z の n プラス1も実数になるためにはこの問題の括弧1番でね えー、サイコロの3、4、5、6の目が出れば、えー、ゼロだったよね、えー、サインの、えー、中がゼロになれば虚部、えー、が、えー、なくなってしまうよねって話だから z の n プラス1その一つ手前の z の n が実数なのであればその次の z の n プラス1ももっとの3の考え方から言えば0が出なきゃいけないわけだからすると0が出るためには6分の4を掛け算しなきゃいけないでしょうっていうのが一つ生まれるわけよ。 そこでもう一つは z の n が虚数となっている状態の中での z の n プラス1が実数になることを想定しなければいけない考えなければいけないという話なんですよ。ところで z の n が虚数になっているということの確率はね確率はもともと z の n が実数の時の確率が p の n なんだから余事象の考え方を使えば 1-p の n というのが z の n が虚数となる確率ということに ななるわけじゃないですかそしてこの z の n が虚数虚数になっている状態の中でその次の z の n+1 を実数にするためにはどうしなければいけないかというと仮にこの余りが1であればマイナス1を加えてあげれば実数になるよね。1とマイナス1を足すと0だから。 あるいはこの z の n が虚数というのはマイナス1想定した場合はプラスの1を足してあげれば0になるよね。ということはこの虚数がどちらか片方どちらかであったとしても必ず6分の1をかけてあげれば6分の1というのはサイコロの目で言うと1ですよあるいは2ですよ。それをこの前の状態に合わせてその必要な 1>, 1なのか2なのかの確率をかけてあげれば必ず z の n プラス1は実数になりますよねつまり結論です zn が実数となる確率に対してその次の z の n プラス1が実数となる確率それを調べるためには2つのケースがあったこの2つのケースはどちらかが起こることになるから足し算ですよということで結論 p の n プラス1イコール 6分の 4P の N プラス6分の1括弧コ1マイナス P の N というこの式が登場したわけですそれではいよいよ全化式の計算です ではいよいよよよ式の計算になりますよね p の n プラス1イコール6分の 4p の n プラスカッコ1マイナス p の n のとじのかける6分の1なんでそうするとこれって6分の 4p の n マイナス6分の 1p の n だからこれ6分の4と6分の1の引き算になるんで6分の 3p の n プラス6分の1だこれ約分するから2分の1になっちゃうじゃない、えー、すると特性方程式を使いましょう。 p の n プラス1と p の n を α と置いてあげて計算を進めていきますよね。えー、それでは少し上げますね。ここまで上げましたよ。すると、えー、α、α と置くから α イコール2分の 1α プラス6分の1だ。移、え、行、ー、して、えー、α を求めてあげると α は3分の1が出てきます。この α が3分の1と出てきたところで、えー、こちらの、えー、p の n プラス1イコール2分の 1p の n プラス6分の1という,のをいうこの式はね、 p の n プラス1マイナスここ α3 分の1マイナス3分の1イコールこの2分の1ね2分の1括弧 p の n マイナス3分の1という形にえ式を変形することができますよねところでこの p の n マイナス3分の1を b の n と置いてあげましょうそうしてあげるとこちらの左辺のところは b の n プラス1となりますもちろんここで忘れてはいけないのが b の n は p の n マイナスの3分の1ですよということは忘れずに置きましょう よろしいでしょうかさてそれでは計算ですいきますよここまで上げていいかな すると、こちらが b の n プラス1で、こちらが b の n になりますから、b の n プラス1イコール2分の 1b の n です。これ、等比数列ですよね。b の n を2分の1倍したら、次の b の n プラス1が出てくるんだ。ということで、等比数列、公比が2分の1です。じゃあ、初項はどうなるのか。初項は b の1のことです。b の1とこの b の n の、この n に1を入れてあげればいいだけの話ですよね。b の1イコール p の1倍イナス3分の1。 こちらに1を入れてあげると P の1イコール P の1マイナス3分の1。P の1って何だったのか。これ実は P の1っていうのははい、3分の2だったんですよね。実はこの P の1が3分の2って一体どこから来るのかというと、この式をちょっと見てもらっていいでしょうか。これでいいかな。えー、実は ZN が実数になる確率が P の N と置かれていて、えー、実は括弧2番で Q の N、 これ虚数でしたよね。括弧二番の問題はゼゼッット一、ト二、ゼット三ずっといってゼッ Zn がいずれも実数でない確率って言ってたんですよその時の九のエヌっていうのが三分の一括弧六分の五括弧閉じのエヌマイナス一乗だったわけ九の一、九のエヌっていうのは実数でない確率だったわけね今 P のエヌは P のエヌは実数ね P のエヌは実数九のエヌ、二番でやった九のエヌは実数ではない確率ねでこの九のエヌのエヌを一にしてあげれば 3分の1が出てくるわけねよろししいでしょうかすると四次書の考え方から言えばこの P の1って何になるのかというとこれが P の1ね。P の1は1マイナスこの3分の 1Q、えー、の1を引いてあげれば、えー、P の1この問題の初項、えー、それが3分の2っていうのが出てくるわけなんです。 ではこの P の1が3分の2になるんだという由来が分かったところで P の1初項の計算3分の2マイナス3分の1で3分の1が出てきますそれでは計算進めていきましょう初項が3分の1で公費が2分の 1B の n の数列ですね等比数列になりますからこのような計算をすることになりますよね B の n は 3, 3分の1初項3分の1る公費2分の1の n マイナス1乗では計算していきましょう するとどうなるのかというと b の n が p の n ス3分の1だったことからこの b の n を p の n ス3分の1で書き直してあげれば p の n ス3分の1イコール3分の1括弧2分の1の n ス1乗という形が出てきます。ということで p の n は3分の1括弧2分の1とじ括弧の n ス1乗プラス3分の1です。これをいよいよ無限に飛ばしてあげましょう。よろしいでしょうかこんな形ですよね。したがって、えー P の n を, n を無限大に飛ばすということはリミット。n を無限大に飛ばすことの3分の1括弧コ、2分の1、閉じ括弧の n-1 乗プラス3分の1です。n が無限大に飛ぶのでこちら0になりますよね。ということで答えは3分の1というのが出てきます。ではここで3番の答えを整理しておきましょう。よろしいでしょうか動かしますよ。ここでは2つ聞かれていますよね。何を1つは聞いているかというと、p の、n、p の n を n を用いて表せということで聞かれているので、p の n は3分の1括弧2分の1の n マイナス1乗プラスの3分の1です。それともう一つ聞かれています。リミットを n を無限大に飛ばした時のこの p の n はどうなるのかということを聞かれています。3分の1です。これで括弧3番の答えが出揃いました。お疲れ様でした。これ大問2番の括弧3番までが終了いたしました。 えー、受験勉強を頑張られてください。お疲れ様です。